カラス川は、長野県安住野市を流れる川で、品野川水系の一級河川。長野県安住野市堀金カラス川の西部、日田山脈の常年岳や長が岳に源を発し、東に流れる。左岸側から二の沢、一の沢を、右岸側から、宝沢、大水沢、小水沢、大の沢、ひとの支流を合わせて、主沢渡市に至り、北東へと流れを変える。 安住野市穂高で川久保沢川を合わせ、国道147号の穂高橋下流で千草川へ合流する。なお、穂高川は上流部を中房側と言い,い、父川が合流すると千草川となり、さらにカラス川が合流すると穂高川へと故障が変わってゆく。カラス川の長さは文献によって異なり、堀金村市には1 8トル 穂高カ町市には1 6トル、角川日本地名大辞典には2 1 5キロメートルとある。流域面積についても、堀金村市が88平方キロメートルとしているのに対し、穂高カ町市では80.6平方キロメートルとしている。上流部における、収水面積の少なさと、下流の洗浄地部分は大量の土砂が堆積している、ことから水に乏しい。 特に、カラス川橋から銃が石の流入する間は、伏流水となってしまい水量が著しく減少し、下記などは流水が見られないことがある。このため、扇状地では古くから用水路が整備されている。カラス川という名の由来として、センサが黒色をしているからとする説がある。カラス川の砂利は、粘板岩、交差岩、チャートホルンフェルスといった個、個性層、 中性層に由来し、全体的に黒みがかっているのが特徴である。花崗岩が主体の白みがかった砂利が特徴的な父川とは対照的であり、これがカラス川及び父川の由来と言われている。このほか、下流部において水量が減少することから、枯れ沢川がなまってカラス川になったとする説を唱える地名研究家もいる。主渡私ダム。 中部電力株式会社は、カラス川において、カラス川第一、第二、第三発電所及び、砂渡り発電所という4カ所の水力発電所を管理している。カラス川を流れる水と、カラス川が作り出した可ダ段級の高低差を活用している。その歴史は、大正時代まで遡る。松本志島律、後継機の波に乗った、大阪アルカリ株式会社は、 アルカリ製造に必要な電気を賄うべく、カラス川に水力発電所の建設を計画。1918年2月22日に、その許可を得て、同年8月19日に、現地で自震災を挙行した。会場には関係者ら120名が集まったという。1921年10月に、カラス川第二発電所が、同年12月に、 カラス川第一発電所が運転を開始している。戦後、カラス川の水力発電を継承した中部電力は、新たにカラス川第三発電所の建設を計画する。カラス川本流のほか、支流の1の沢、2の沢、東沢にも取水口を配置し、最大4立方メートル毎秒の水を取り入れ、最大16,400キロワットの電力を発生する。 一年間に発生が見込まれる電力量は7000万キロワット時に上り、これは当時の保高町で消費される電力量の一年分に相当するとあって、地元の電力供給に期待が寄せられた。工事は1983年5月26日に着工。工事にあたって異例費のない発電所建設を掲げ、トンネル工事における破砕体との遭遇や、 台風に流れといった自然災害に対しても重大な労働災害が起こることはなかったという。1985年10月24日、通商産業省の検査に合格し、営業運転に入った。2009年8月、中部電力はすすなわたり発電所の建設に着手した。これは電力会社の水力発電所として初めて既存の砂防ダムを利用するものである。 カラス川に建設された高さ20メートルの主差渡しダムから2.2立方メートル毎秒の水を取り入れダム砂岩直下の発電所に送水し最大240キロワットの電力を発生する。1年間に発生が見込まれる電力量は約150万キロワット時でこれは一般家庭約400世帯が消費する電力量の1年分に相当する。 すすなわたり発電所は2010年9月17日に運転を開始した。ありがとうございます。